研究者。多摩大学情報社会学研究所教授、主任研究員、公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所、主幹研究員。宮城県仙台市に生まれ、神奈川県逗子市に育つ。1971年に栄光学園高等学校を卒業後、練習館訴訟の救援活動などに従事した。その後、印刷会社に勤め、転職を重ねて、 オーブン印刷で日本国外向けの広告、広報の営業などに従事する。業務の中でコンピュータ関係のマニュアル制作を受けるようになり、1985年に発表されたアップルアクの日本語マニュアル、初めてのアップルの制作に従事した。1985年に独立してアメリカ合衆国における早々期のパソコン通信ネットワークの実態調査に取り組み、 1986年に株式会社ネットワーキングデザイン研究所を設立して日本におけるパソコン通信の普及に取り組み特に大分県における取り組みなどに深く関わる1991年国際大学グロコム企画室長1993年財団法人ハイパーネットワーク社会研究所研究企画部長を兼任。1996年に 情報処理学会の学術雑誌、情報処理に発表したインターネットの進化発展の意味が、情報処理学会1996年、ベストオーサー賞を受賞した。佐々木敏直は、合図について、1990年代には、インターネットの伝道師とも呼ばれたと述べている。百九十七年から二千年にかけては、活動の拠点を、マレーシアのクアラルンプールに移し、 1998年からはアジア太平洋インターネット協会事務局長を務めアジア地域におけるインターネット関係の普及実践や研究にあたる2000年に国際大学グロコム主管研究員となり2002年にハイパーネットワーク社会研究所副所長を経て2004年6月に多摩大学情報社会学研究所主任研究員2008年に同教授 2011年には、情報支援、プロボのプラットフォームの設立に参加し、代表理事の一人となった。2013年5月より2015年3月まで、公益財団法人に移行した、ハイパーネットワーク社会研究所の理事長、所長を務めた。ありがとうございます。